こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では最近トレンドになっていますシャツアウターというアイテムについて少しですね深掘りをしながらお話をしてみたいなと思っています。まあメンズファッションにもですね一応トレンドというものがあって毎シーズンですねこういったものが旬だなというものがちょこちょこと出てくるんですが、まあ、今年に関して言えばですね結構僕が注目しているのが今回テーマとなるシャツアウターというアイテムなんですね。これはですね様々なショップを普段から僕は回ってるんですが結構ですね目にする機会が増えてきたかなと思っています。ただお店に行ったりですとかブランドのサイトを見ればこういったシャツアウターというものの打ち出しは多くなってるんですが街でですねこういったものを着てる方まだまだですねそんなに多くないのかなと思っています。まあ、こういうねタイムラグって必ずあるんですよね。ブランドとかお店としては推したいんだけどもそれが一般的に認知されて浸透していくまでにはやっぱりですね少なくとも 2、3年、多いとですね3から5年ぐらいかかるかなと思っています。まあ、そういう意味でこのシャツアウターというのはこれからさらに旬になっていくアイテムなのかなと思っていますのでぜひ皆さんにはですね早めの段階にこのアイテムというものを理解して着こなしの中に取り入れていただきたいなと思っています。まあ、そもそもですねこのシャツアウターというものはどういうものなのかというと僕が今着ているアイテムがまさにシャツアウターなんですね。もうちょっと近くでお見せしましょうか。こんな感じのアイテムで、まあ、どういう特徴があるかというと、もともとはですね、ミリタリー由来のアイテムなんですね。まあ、特徴としては一応シャツっぽくなってるんですね。襟もついてるし前ボタンがついていて開閉ができるのでシャツっぽいアイテムなんですけども通常のシャツ生地に比べると少し肉厚になっていてアウター感覚でサクッと着れるようなそういったものをシャツアウターと呼んでいるんですね。まあ、最近はですね CPO ジャケットという言葉もよく聞くことが多くなってきたかなと思うんですが、まあ、これもですねシャツアウターという大枠の中に属するアイテムなのかなと思っています。もう一つ特徴的なところがあってこの胸ポケットですね。まあ、見えますかね。ここにですね大きめの胸ポケットが左右対称についていましてそしてこのポケットの上にはですねフラップという蓋がついてるんですね。このポケットのおかげでデザイン的に少しアクセントが加わるこれがですねシャツアウターですとか CPO ジャケットと呼ばれるものの、まあ、一つの特徴なのかなと思っています。結構ですね季節の変わり目にこういったアイテムがあるとめちゃくちゃ便利かなと思っています。まあ、今撮影しているのは9月の後半なんですが、まあ、最近は少しずつ肌寒くなってきたのでT シャツの上にこういったシャツアウターを羽織るというのもいいかなと思いますしさらに涼しくなったら僕が今着てるようなロンTですとかあとは丸首のニットですねこういったものの上にですねこういったシャツアウターを着れば結構ですね秋口は十分回せてしまうかなと思っています。またちょっと色味を変えるだけで秋にも対応するし春にもですね着ることができるんですね。今僕が着ているのは色ネイビーなのでこういったものであれば春先にも着ることができるかなと思っています。一方で秋っぽい雰囲気を出したいのであれば例えばこんな感じでですねオリーブとかカーキ系の色を加えてあげたいですとかもしくはですねブラウン系の色ですねこういったものも秋っぽい感じがするかなと思います。逆にこれを春に着てたらですねちょっと重たいなっていう感じがするかなと思うんですが同じようなアイテムでも色を変えてあげるだけで全然ですね季節感というところを感じられ方が変わるのでぜひですね皆さんには2色ぐらい持っておいていただきたいなと思っています。まあ、1着目として持っておくと便利なのが僕が着ているようなネイビーですとかあとはブラックもしくはですねグレー系の色であればそこまで季節感が強く出ないので春秋両方に使えるのかなと思っています。そしてそれに加えて秋っぽさを出すにはオリーブかブラウンというところを持っておくと非常に便利なのかなと思っています。でこういったシャツアウターのコーディネートなんですけども様々なアプローチができるんですが、まあ、僕が好きなのはですね、まあ、内側に着るものは丸首のものこれがバランスがいいかなと思っています。一応ですねシャツアウターというのはシャツという分類に属するアイテムでもあるのでシャツを着てその上にシャツアウターというのはちょっと僕の中では違和感があるんですね。特に通常の襟型のシャツの上にシャツアウターは違和感があるのでもしどうしてもきれいめに振りたいだとかシャツと重ね着をしたいという場合は今僕が持ってるようなこういったバンドカラーシャツですね通常の襟ではなくてこういった襟元がすっきりとしたシャツを着た方がバランスがいいのかなと思っています。まあ、とは言ってもですね一番の鉄板は丸首系の T シャツかもしくはニットが一番相性がいいのでこういったものと合わせてもらうのがいいかなと思っています。そしてボトムスに関してはこれも様々なアプローチができなくはないんですがシャツアウターというアイテムの個性を考えると
綺麗めとカジュアルという2つの軸があったとしたら、半分からちょっと綺麗め寄りのアイテムなのかなと思います。そういった点で大人の男性にもですね、カジュアルになりすぎないので似合いやすいんですが、こういったアイテムに対して他どんなアイテムをぶつけるのがいいかというと、ボトムスに関しては僕はですね、ブルージーンズとかチノパンのようなかなりカジュアルっぽいものよりは、ブラックジーンズですとか黒いスラックスですとか、ちょっと綺麗めに寄せたものを合わせた方がバランスがいいのかなと思っています。僕自身はですね、どういったものを合わせるかというと、今履いているような黒系のスラックスですね、こういったものを合わせることが多いです。もしくはブラックジーンズを履くこともあるんですが、僕はこの2本であれば結構スラックスの方が個人的に好きなので、そのような着こなし方をしています。身近なところで言うと、ユニクロのスマートアンクルパンツですね、こういったものを履いていただければ十分かなと思います。ボトムスに関してはなるべくシンプルにして、ある程度型を作ってしまうんですね。あとは内側に合わせるもの次第で少しバリエーションを出すといいかなと思っています。白っぽいニットですとか T シャツを着れば、着こなしの中にですね、少し明るさを出すこともできますし、もしくはブラックですとかネイビーでより引き締めてもいいかなと思うので、そういった内側に着るものでバリエーションを出してもらうといいかなと思っています。このようなシャツアウターというのはいろんなブランドから出していまして、今日僕が着ているのはこちらはですね、今季のユナイテッドアローズグリーンレーベルで買ったものなんですね。これがですね、個人的にはめちゃくちゃ気に入っていまして、通常のシャツよりも少しだけ厚い程度で、割とですねサクッと羽織れるんですね。ですので僕は秋の初めなんかにですね、今のようにロンティーの上に重ねてきて、腕をまくりながらですね、少し軽快な感じを出すようにしています。これもですね、1万円をしないぐらいで買えるので、ぜひ皆さんにもチェックしていただきたいなと思うんですが、もしくは GU のものですとか、今季のユニクロ U もですね、結構おすすめですね。先日の動画でもお伝えしたんですが、こういった結構肉厚なシャツアウターが出ていまして、色はですねブラウンとブラックがあるんですが、これがですね今季のシャツアウターの中でコストパフォーマンスが一番いいアイテムなのかなと思っています。結構肉厚なので、これだったら重ね着次第でおそらく12月初旬まではいけるのかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、売り切れる前にチェックをしていただきたいなと思っています。そしてこういった厚手のシャツアウターの場合ですね、もう一つこういった着こなしをすると今っぽいですよというものがあるので、この後ちょっと実際に着替えてみたいと思っています。はい、着替えてみました。今回の着こなしではシャツアウターの下にパーカーを着てるんですね。今着てるこちらのユニクロ U のシャツアウターは結構厚手なので、その下にこのようなパーカーを着れば、割とですね秋口から冬場12月の初旬ぐらいまではこの着こなしでも対応ができるのかなと思っています。誰にでも似合うような着こなしではないんですが、トレンド感を楽しみたいという方にはこういった着こなしも一つの参考にしていただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画ではシャツアウターについて解説をしました。僕もですねこの手のアイテムは結構好きで、今年だけで 3,4 枚は買ったんですね。それぐらい便利なアイテムですし、着るだけで今っぽさみたいなものが表現しやすいので、ぜひ皆さんにはトライをしていただきたいなと思っています。様々なショップで売っているんですが、まず入門編としては今僕が着ているようなユニクロ U のものですとか、あとは GU なんかでも売っています。一番最初に僕が着ていたシャツアウターに関してはグリーンレーベルのもので少し値段は上がるんですが、それでも1万円以内で買えますし、かなりあちらはですねコーディネートしやすいので、そういったものも参考にしていただければなと思っています。こういったものが1枚加わるだけで、いつもの定番的な着こなしに今っぽさというところを加えることができるので、ぜひ大人の男性にもですねトライをしていただきたいなと思っています。おそらく僕の予想では、今年いろんなお店でこういったシャツアウターの取り扱いが増えて、来年再来年からはですね街で着てる方もどんどん増えていくのかなと思っています。ぜひ皆さんにはこのシャツアウターというものを先取りして楽しんでいただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。